9割の方が高齢者、9割の方が室内、9割の方がエアコンをつけていない、こういったことを来年は起こすことなく。今年、試験的に導入された熱中症警戒アラートですが、この夏も高齢者を中心に多くの人が熱中症で亡くなりました。小泉環境大臣は警戒アラートの周知が十分ではなかったなどとしています。 環境省はことし LINE で登録をした6万2千人にも警戒を呼びかけましたが登録者のおよそ7割が40代以下でした高齢者にどうやって危険を伝えるかに問題が残っています